はい、どうも、キットレビューです。不死身の、ベネーのエンジンパーツ付き紹介させてもらいます。ご注文いただいたので、取り寄せることになりました。不死身のベネーのこのエンジンパーツ付きとエッチングパーツ付きのデラックスと、まあそういうのはないっていう感じのやつ、一番素というか、そういうやつと3種類で売られてます。で、その一番素のやつと、エッチングパーツ付きのデラックスは、エンジンの部品がですね、まあ、これ、なんか、順番に見ていきますけど、エンジンの部品がですね、こう、一枚の、なんつったらいいんですかね、上げ底の、こう、ランナーみたい、ランナーじゃ、パーツが一個ポンって入ってる、っていう感じですね。で、このエンジンパーツ付きっていうのは、そのエンジンの部分まで再現っていうタイプになってますね。このエンジンパーツ付きが4800円って、デラックスも確かこれぐらいの値段、そのエンジン、エッチングパーツ付きです。で、エンジンなしの、やつが3800円ぐらいだったかなと思うんですけど、ちょっと今ごめんなさい、パッと思い出せないんであれなんですけど、今回はその中のエンジンパーツ付きをご注文いただいたので、まあちょっとここで紹介させてもらおうかなと思います。いつもの通りね、スーパーカーわからない人です。最近不死身のキットの中でね、こういう新しいやつもいろいろ興味は湧いてはきてるんですけど、なかなかね、こう手つけられないというか、ホイールは、細いのと太いのが2枚。入ってるやつが2枚って感じですね。ボディーがねー。まあ仕方がないことですけど、仕方がないっていうか、そういう車だからあれなんですけど、これ塗り分けっていうか、ベネーノってこう、細いラインとかあったりとかして、ね、その辺、の再現とかが肝かなって思うんですけど、こんだけバラバラだとね、あれちょっと待ってくださいよ。こんだけバラバラだとね、うまいこと色が合わせられるかなっていう、そういう不安もありますね。で、これがエンジンパーツですね。で、このパーツがないっていう風だと、エンジンのパーツがこう1枚の部品でポンっていう感じですね。部品点数も結構多いので、組み応えはあるかなーってことは思いますけど。どうなんでしょう、結構組まれた方も多いんじゃないですかね。自分はちょっとこの辺はまだまだ手つけてないですし。よいしょ。依頼とかがなければ、まあ組むことはないかなーって気は思いますけど。ここはね、細いデカール。これが厳しそうだなーってことを思います。タイヤも全部、プリントされてるわけじゃなくて、塗らないといけないんです。塗るんじゃない、デカール貼らないといけないんですね。タイヤは、スリックではないですね。スリックじゃないやつですけど、スリックじゃないか。エンジン付きだと、パーツリストがちょっと違う感じになるやつが付くだけ。エンジンの塗装は？エンジンの塗装に関しては、組み立てとか塗装に関しては、ちょっとバッテリーが大丈夫かな？あるにはあるか。ちょっとびっくりしましたね。エンジン付きで、こういう感じで。はい、失礼しました。説明書を見始めたところでね、充電が切れてしまったので、ちょっとここから再開していきたいと思います。足回りとかに関しては、BM の Z4 みたいなそんな感じの構成になってますね。シャーシが1枚あって、ナックルつけて、まあアッパーアームというかそれを固定するものを上からカポッカポッみたいな感じですね。ホイールがちょっとどういう風になってるのかなと思ってたら、こういう感じで別体部品をこうくっつけるみたいな感じになってますね。よいしょ。下回り、ディフューザーは、これまた、すごい格好してますね。この辺ね、全然、まあ、いつもの通り、スーパーカーは全然知らない人なので、内装もなんか塗り分けが、こう、断面っていう言い方はあれですけど、この部分だけが赤とか、そういう感じになってますね。で、黒と、艶ありの黒と艶消しの黒で塗り分けるみたいな、そんな指示になってますね。これ塗り分けもきつそうですね、正直なところ。6.5 リッター12気筒、トランスミッション7速オートマ。
るほど。で、エンジン付きのモデルになるとこういう風に、まあ、この辺はね、よくあるあのプラモデルならではのこう左右バンクくっつけてカバーつけて、これ多分チェーンなのかな、ベルトなのかな、タイミングチェーンかベルトのカバーつけてみたいな感じですね。内側から斜めに傾けて入れ込みます。ボディに入れ込むのか、ボディを塗装したところにこっから入れ込むみたいな感じになってますね。やっぱこういう車はね、難しいでしょうね。もうフェンダーも別体別体になってますね。フロントフェンダー左右別体のカバーつけてみたいな。結局これ、H76 ってことは焼き鉄色なのかな？焼き鉄色だっけ ?76 は。焼き鉄色なので、メタリックの調子を合わせるのが難しそうな気はしますね。まあ、新しいキットだと思うので、その部品の合わせとかはどうなのかな？ドアは開閉選択式になってますね。これはひょっとしたらそのエンジン再現なしというか、そのエンジンが、一体部品になってて、こうカポってはめ込むだけっていう言い方はちょっとあれですけど、わ、これ一回箱から出したら戻すのが大変。そっちの方はひょっとしたら組むかもしれないですが、よいしょ。このね、パーツの構成とか見ると、結構アンダーゲートのところが多いので、塗装とかは、この間のね、レクサスの IS がすごく良かったので、それよりは新しいのかな？それより古いのかな？ちょっと、どっちが先だったかはちょっとわかんないですけど、まあ、多分組むにあたってそんなに、まずはこれ塗装するのが大変、塗装の塗り分けとかが大変かなっていうことを、正直思いました。よいしょ、あれうまいこと閉まらない。これね、一度出すとね大変だな。よいしょ、よいしょ、あれ こういう向きでいいのかな。よし、はい、定価がね4800円となってます。富士見のスーパーカー、最近の新規のやつはね、結構定価がちょっと、スーパーカーじゃなくても定価が高めのやつが結構多くなってきてますが、よいしょ。まあ、青島のスーパーカーシリーズもね、それぐらいの値段はするので、ちょっとごめんなさい、これまた、ちょっとあと箱を入れ直しておきます。まあ、こんなもんちゃこんなもんの金額なのかな、ということは思いますけども、もしね、こういうのも挑戦してみようという方はぜひ頑張ってください。自分はちょっとこういうのとはまたちょっと違う方をね、どんどんいろいろ組んでみたいなということを思ってますんで、またその辺はね、この間のエレールのズシーボみたいな感じで、やっていくときにね、また、こういうのを始めますみたいな感じでやったりとか、組んでみましたとか、まあ、新商品とかね、そういうのもやっていきたいと思います。リクエストにお答えしましたっていうのは、単純に、組んだら、ヤフオクだ、組んでヤフオクに出してくれたらみたいなコメントがあったので、組んだっていうだけですので、そういう、その何リクエストに応えるというのは、なんつったらいいかな。何でもかんでもっていうわけではないですし、なんだろう。その時のね、組んでる、その、サイクルとかで、で、これちょっとやってみようかなとか、ふうに思ったやつをチラッとやってみたりっていうのがあったりとかしますので、まあ、完全新規金型のやつをちょっと以降、まあ、店頭に置いておって、で、ある程度売れちゃって、もう多分これすぐは売れないかなとかってやつを組んだりとか、そういう感じでやっていきたいかなと思ってますので、その辺ご理解いただければなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。